駅はマンハッタンクチェルジーにある二十三丁目と八番街の交差点に位置するニューヨーク市地下鉄 IND 八番街線の駅である。A 系統が深夜のみ、C 系統が深夜を除く終日、E 系統が終日停車する。西側の入り口この駅は1932年9月10日インディペンデントサブウェイシステムの八番街線チェンバーズ。 ストリート駅207丁目駅間の開通とともに開業した。駅は両側に2線の停車線、中央に2線の通過線を持つ2面4線で中央の通過線は昼間の急行列車が使用する。また、当駅と34丁目駅の間の急行線の間に2線の引き上線があり、どちらも両側の急行線に入線することが可能で車両の留置などに使用されている。 両ホームの壁面には、黄色地に白で、23RDST と書かれた駅名標がありその下に、黒地に白で、23と表記されているほか、同じスタイルで、行き先の矢印付きのものもある。また、ホームの柱は黄色で、黒地に白で、23ストリートと書かれた駅名標が掲げられている。駅は2010年から2014年のまた、 投資計画では当駅の40%以上の構造物が老朽化により脆くなっていることが明らかとなったことから駅の改装が盛り込まれていた。改札口はすべてホームと同じ地下1階にあり、南北それぞれの出入り口には回転式自動改札機、切符売り場、階段がある。北側の出入り口は23丁目と8番街の東側に、 南側の出入り口は西側に出ている。なお、改札内に地下連絡通路があり、改札を出ずにホームの行き来が可能である。各ホームの南側出口は24丁目の中央にあり、2つの改札が小さめの中2階に通じており、そこにある階段で上の通りへと出ることができる。北側出口は両ホームの北側にあり、 そこから階段で通りに出ることができる。終日開いているものの切符売り場がないため切符の購入は不可能である。ありがとうございます。